これまでヒュンダイは HCD という一連のコンセプトカーを発表してきた。その6番目のモデルとして2001年のシカゴショーに出展されたのが HCD6 である。この HCD6 は大胆なエクステリアをまとった2シーターロードスター。全長4039mm、全幅1750mm というからマツダロードスターくらいのボディサイズだ。そのスタイリングはかなり刺激的で、ボディの先端と後端は大きな口が開いているように見え、その穴を大型バンパーが塞いでいる。このバンパーはまるで宙に浮いているようにフローティングマウントされている。大きなヘッドランプはクリスタルガラスのようなリフレクターを持つ。このヘッドランプをはじめとするフロントマスクの造形はリアでも同じように繰り返されていて、前後の顔つきが非常によく似たデザインである。搭載されるエンジンはヒュンダイクーペなどにも用いられている 2.7 リットルの V 型6気筒 DOHC。 ただしその出力は大幅に高められていて218馬力を発揮する。このエンジンはシート背後に横置きミッドシップマウントされてリアタイヤを駆動する。組み合わされるギアボックスは6速マニュアルだ。インテリアはコンセプトカー前としたものだが、操作や表示を極力シンプルにし、ドライバーが走りに集中できるよう配慮されている。全体は円をモチーフにまとめられており、メーターも大きな一眼タイプだ。ヒュンダイが発表した若者向けのロードスターは会場で大きな注目を集めた。